どうも、こんばんは、NMです。さあ、今回は花火大会のお知らせ上級を、先日ね、見事引き当てた高槻戦のパーティーで、やっていきたいと、初見攻略していきたいと思います。サブには、まあ何でもよかったんですけど、オール使ってなかったんでオールを入れてきました。ステータスをちょっと見ていきたいと思います。こんな感じですね。HP が高めとなってます。リーダースキル、自身の最大体力プラス 80%、 仲間グールは攻撃力プラス 50% で、残り体力 70% 以上ならさらに 30% ということで、自分に 80% プラス 80% の HP 補正がかかって、仲間グールには、まあ、70% 以上ならね 80% の、バフがかかるということになってます。まあそうですね、だいぶ体力自体は高くなると思います。じゃあやっていきましょう。行こう。お、なんかすごいマップだな。格闘使うの初めてなんですけど、まあ上級だし、これね、フレンドさんは全部覚醒させてるんですけど、早いな、スキルたまんの。まあエンハンスっていうかバフですね。はい、あれ壁役できないのか。もうちょい範囲広いと思ったのに。ドン。そんなにマップのギミックを使うほど難しくないね。ひなみか。特別な夜を楽しもうじゃないか。今なんつった？全然聞こえないんですね。音聞いてないんで。このヘッドセットから漏れてる音がもしかしたらマイクに入ってるかもしれない。下げよう。さあどう行こうかな。こうかな。ああ当たんなかったか。不祥だ。これフロア何フロアなんだろうか。しかしすげえな、なんか2ターンに1回ぐらい誰かの攻撃力を上げ続けられる。自分じゃない。どうしようかな。多分これが最終フロアなんじゃないかな。これこれこれ、違う違う違う、あそうだ、これ最終フロアですね。こんな感じかな。ここで壁役できるか。あできなかった。ここでプレイスキルが、届いてねえし。ここで泣きに当てて奥野にも当てるっていう。当たって、あまあいいや。このねプレイスキルの低さが露呈してますが、あこっからギリ当たんじゃん。めっちゃギリだけど、ほんとこのわずかな、どっちがいいんだろう。こっちで行くか。当たんねえじゃねえか。この当たり判定のあれは出てんのにさ、
実際当たんないみたいなこと時々あるよねっていう。これ何？ああはい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 、範囲内か、そこそこ範囲広いし、あのおひな様ひなみのさ、この範囲内の敵のエンハンスみたいなやつ、あれくっそ狭くてなかなか入んないんですよね。まあそこまでおひな様ひなみが生き残るってこともなかなかないんですけど、そこそこなきは体力高かった。かわいい、ということでね、プレイスキルの低さが露呈してしまった試合っていうかあれなんですが、あドロップか、あれこのタロちゃんの人形何と交換すんだ、お面だけだったっけ、なんか一個あったような気がするんですけど、とりあえず、上級をね UR のエトじゃねえわ高槻戦で危ない危ない、クリアしました。ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。